はい、今日はすごい気持ちいい風ですね。あのパーッとあの春らしい風景の、この場所に来てますけども、今日はあの須磨の歌のお兄さんこと、信号お兄さんに来ていただいてます。信号さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。信号さん、あのこの場所、はどういう場所なんでしょうか。はい、ここは神戸市須磨区にあります総合運動公園という場所で来ています。さあ、後ろ見ますとご覧ください。このようにお花がたくさん咲いてますけども、こちらがその運動公園の中でありますコスモスの丘って言うんだけども、あれ、コスモスって確かピンク色だったんだけども、こんな感じですよね。違うお花だから、ひょっとしたら場所間違えちゃったかな。間違えちゃったからお兄さん帰っちゃおう。バイバーイ。なんて嘘嘘。コスモスの丘って言いますけども、春はこのように黄色い菜の花がいっぱい満開となります。見てください、この青い空と黄色い菜の花、そして隣にはブルーの誰だこれは。こちらはですね、スマックのマスコットキャラクターのスマボーも今日は来てくれました。はい、で、この総合運動公園なんですけども、はい、今日、休日ということで、たくさんの人が、来てますね。すごいですね。はい、上のね、コスモスの丘の上の方にはね、芝生が広がってるんですけども、そこにはなんかお家からテントを持ってきて、家族連れでこのなんか一日ピクニックみたいな ね、うん、そうですね、なんか皆さん思い思いに楽しんで、キャンプのように楽しんできました。で、菜の花をこう見て、皆さんこう写真撮ったりとか、すごいいい感じに皆さん楽しんでますね。はい、でね、皆さん菜の花を撮る人の他に、菜の花のなんか反対側、ね、向こうの方を撮ってる人もいますけど、はい、なんかさっきからね、ガタンゴトーン、ガタンゴトーンとね、音が聞こえてきますけど、ね、ゴーゴーとかね、はい、なんかこう、この菜の花越しに、はい、あれですかね、こうガタガタっていう音は、はい、今ちょうどテレビを見ているお友達の後ろ側になんと神戸市営地下鉄が通っています。はいはいはい、なんか気持ちいいですね、菜の花越しの地下鉄ということで、なんかこう、ね、菜の花にを目的で来る人もいいですし、電車が好きな人とかも、すごいいいですよね。で、電車と菜の花を両方こうこの緑と黄色のコントラストで撮るという、いい感じですね。なんかいいタイミングでバーっと来てくれたらいいんですけど、ね、今来ると思って喋ったけど、はい、来なかったですね。そのうち来ます。そのうち来たらちょっとまた触れましょうか。あ、しかもですね、はい、この地下鉄とまたもうちょっと遠いところに別の線路も通っていまして、うん、なんと新幹線も通っていて、しかも新幹線と地下鉄がクロスするという、こっちが地下鉄です、ね、またこれ、普通で地下鉄は地下のはずなんですけども、はいはいはい、地下鉄が地上を走っていて、しかも新幹線の上を走っている、すごい神戸市営地下鉄、素晴らしいですね。で、なんか1日に何回か、だいたいいつもこう地下鉄、新幹線、地下鉄、新幹線なんですけども、1日に何回かこれが同時にクロス、その瞬間をシャベルスターを押せるかどうかっていうカメラマンたちの、やっぱりマニアの人とか、はい、それを1日粘ったりとかみたいですね。素晴らしいですね。なかなか撮れない、はい、なんかこうたくさんの楽しみがあるような感じですね。うん、で、この、コスモスの丘の隣には、はい、遊具がたくさんあって、そうです ね、僕たちもさっきちょっとシューッと行きましたね。公園の中にたくさん公園がありまして、その中に長い滑り台が、はい、あれ何メートルぐらいありましたかね。ね、なんかこうぐーっとうねってますよね。確かにあそこになんか何メートルか書いてたんですけども、はい、大体あの感じだと1メートル、2メートル、3メートル、4メートル、5メートル、まあ長い滑り台があります。はい。はい、で、まあすごい行列ができてましたね、滑り台。なかなか滑れなかったですね。うん、そうですね。順番を並んで。はいはい、でその上には遊具もたくさんあってね。また遊具がいろんな形をしているから、はい、汽車の形をした、はいはい、遊具があって、やりましたね、信号員さんの電車、電車ごっこ、電車ごっこね、はいはい、もう信号員さんがわーっと行くんで、スマホもわーってこう子供らに大人気なので、うん、僕だけなんかちょっと取り残されてる感じで否めなかったんですけど、はい、で中にもまた別ないろんな形の滑り台が、ね、はい、あったりとかしますの で、 そうです、滑り放題の一日となります。はいはい、それで神戸総合運動公園ということで、うん、運動公園なんですね。はい、
ここは、はい、あそうですね、今日もね、なんか中学生かな、高校生がたくさん走ってましたけども、はい、この丘の向こうにユニバー記念競技場というですね、競技場がありまして、そこで、まあ、1年を通して陸上の大会であったりとか、うん、あとはサッカー、うん、J リーグなんかもありますね、はいはいはい、いろんなスポーツが楽しめる、なんか僕この間ラグビーをやって、あ、そっかそっかそっか、コベルコスティーラーズをね、うんうんうん、やってましたもんね、なんかそういうプロの、はい、スポーツも見れるということで、そう、ね、だからよくね、スポーツ目的でこの総合運動公園にね、はい、来るお友達たくさんいると思うんですけども、大体スポーツだけ見て帰っちゃうんですよ、実は僕も昔そうだったんですね、あ、そうなんですね、 J リーグを見に来たりとか、はい、J リーグのアルバイトをしたりとかして、はい、そのまま帰っちゃったんですけども、はい、ある日そのいつもなんか競技場の後ろに長い坂があるなと思って、はい、越えてみたらなんとこのコスモスの丘があったということで、うん、もこれを見逃したら本当もっと、やっと今地下鉄が来ました、はい、この音です、地下鉄の音、これが地下鉄の音です、いや綺麗ですね、緑の、ね、地下鉄と、だからね、ぜひね、スポーツ観戦来たらついでに坂も登って、はい、このコスモスの丘を見て、しかもそのコスモスの丘越しの電車も楽しんでいただけたらなと、ね、たくさん楽しめますよね、こんな楽しみ方がいっぱいあります、はいはい、なんかこうね、スマボーも、うん、海坊主のキャラクター、そうなんですよ、スマ海岸から現れた海坊主で、はい、スマボー、海坊、はい、まあ、スマって言ったらね、海のイメージが、はい、結構強いですけども、こう北の方のね、はい、こちらに来れば、うん、こう丘があって、はい、ね、芝生があって、でお花畑、遊具で、ピクニックも楽しめて、はい、でさらにね、電車楽しめるということで、すごい魅力あふれる場所、そうですね、でも昼間はね、こうなんか、ね、今日もお子様連れとかですね、はい、たくさんいるんですけども、これもうちょっとね、ゆっくら薄暗くちょっと夕日がかかってくると、はい、このデートスポットにもなります、はいはいはい、いいですね、はい、なんかまだまだ須磨には魅力たくさん、ありそうですね、はいはい、今日はいろんな魅力を紹介していただいた、はい、須磨の遊びの達人になりますね、はい、須磨の売ったのお兄さん、信号お兄さんに来ていただきましたと、須磨坊にも来ていただきました、はい、ありがとうございますまたそうです